はい。それでは N 字行列式の形ということですね。前回まで行列式の性質定義からですね。性質による定義から始めて、4字の行列式の場合にどうなるかを考察して、まあ、結果としてですね、どうやらなんか順列の入れ替えによる順列の符号というものが決まれば、行列式の形が出てきそうだということが分かってきたわけですね。 ということで、今回は、まあ一般の N g 正方行列の場合に、このまあ正方行列っていうのは、まあ N g 元数ベクトルの N 個の組と思うこともできるんですけども、これから K の関数であって、線形性、対価性、交代性、まあこういったものを持っていて、さらに、まあ単位行列における値が1を1であるというふうな性質があるときに、果たして FA はどうなるかですね。 この3番が最後に使うわけですけども、3番がなければ F はどうなるかといったことを考察したいと思います。で、まず、N が2、3、4の場合に考察してきたことをですね、一般化すると、まあ、この、えっと、ちょっとここ間違ってますね。これ、えっと、ここは、ここは耐火性ですね。耐火性。この線形性と耐火性によって、N の解状この まあ、項に分かれるわけですね。の輪になるわけですね。で、この円の解状項の項なんですけども、各項は、各列から行が重複しないように1個ずつ選んで書けたものになっていて、それに何かこう、えー、痴行列といわれる行列ですね。えー、痴行列といわれる行列の行列式になっていると。はい。ということで、この置換行列の行列式に帰着するんですけども、それは、この、 交代性ですね。交代性によって、交代性と、それから、まあ、単位行列における値が1だということからですね。まあ、結局、単位行列における値に、こう、帰着すると。まあ、単位行列における値が、まあ、これが、まあ、1じゃなくて、C だとすると、プラスマイナス C になるんですけども、え、いずれにしろ、その、単位行列における値かけるプラスマイナス1という形のものですね。えー、まあ、3番を仮定すると、要するにそれはプラスマイナス1のいずれかになるので、 これをシグマの、ま、順列の符号数ということで、シグマの、え、順列の符号数によって、まあ、この係数、ここがですね、これが、定まるということになるんですね。で、え、N 次行列式は、そうするとですね、結局どういう形になるかというと、このような形になるんですね。はい、このようなですね。これにシグナチャーのシグマ、符号数って言って、これに、この、 確率から1個ずつ行が重複しないように選んだものと。それはどういうふうに選ぶかっていうのは、1から n の順列シグマに従って選ぶということですね。はい。で、え順列シグマをですね、交換によって1から n にする方法は、まあ、複数いっぱいにあるんですけども、実はこの、えっ、ー、と、それがですね、偶数か奇数かということは、あの、一定なんですね。 なので、このマイナス1の n シグマ上で決めてる、この交換の回数ですね。まあ、単点数もしくは点灯数 n シグマ回で交換できるので、えー、符号はマイナス1の n シグマ上になるはずなんですけども、まあ、仮に他の入れ替え方法があっても、その分岐は実は一定であるということが言えます。まあ、これについて今はちょっと証明を略しますけれども、えー、なので、ここはシグナチャーシグマっていう符号が完全に決まって、 形が決まるというですね。はい。ただしですね、この今上で与えたこの式っていうのは、行列式の定義から出てくる必要条件ですね。もしもこの1、2a、2b、3という条件を満たしていると、行列式はこの形になるということを言えたわけですけども、この形の式がもしこの条件を満たしていなければですね、そういう可能性も一応あるわけですけども、まあ 形としてはもうこの一通りしかない。一位性が言えてるわけですけどもえ、存在してるかどうかについては、まあ、あの、保証できないですね。234の場合は存在しています。存在なしても2、23の場合は少なくとも、まあ、実際確かめましたので、まあ、確かめたと言っても完全にあの証明したわけじゃないですけども、えーまあ、計算で確かめられるんですけども、A4 字とか一般の N 字の場合も、それは、まあ、実際確かめることができて、この DA っていうのは、えー、この4つの性質を、まあ ま、厳密には3つの性質を持っているということが言えるわけですけれども、例えば、ま、1と3の性質はですね、この形式からですね、各列から1個ずつ選んで、調空なく選んでいるわけですから、まあ、当然列に関する線形性っていうのはあるわけですね。これはあの、各列の成分に関して、え、定数項のない知識になっているということが明らかなので、ま、それは言えるわけですね。で、あの、で、3番の単位行列の場合もですね、単位行列における値っていうのは、この、 ここの、えっ、ー、と、a シグマ1、1とか a シグマ2っていうところですね。ここのところが、まあ、これは、あの、a が単位行列のときは、あのー、シグマ i イコール i でなかったら、ここの中にどれか0が出てくるんですね。この項の中に0が出てくる。なので、かけたま必ず0になるので、結局、このシグマ1からシグマ n っていうのは、この、1から n を並べた順列、 の時しか、この子は残りませんということになるので、えー、結局、まあ、そこからこれ1だということがわかるんですね。ただ、まあ、この 2A2B の証明はですね、まあ、あの、今はちょっと省略しますけれども、この性質が持つということもあの証明はできます。はい。で、あのまあ、簡単な順列の考察によってですね、できます。まあ、あの、あるいは、その、置換群と言われる、ま、えーまあ、 群の、群群という、ま、大数学の概念を使って、え、証明する方法もありますし、ま、それは、あの、交代式というのを使ってかけてやるんですけど、まあ、それについては後で最後補足しますけれども、まあ、そういう方法もあります。まあ、いろんな方法があるんですけども、ここで今ちょっと省略をします。それではちょっと例題行きましょう。次の各 N の場合に N 字正方行列 A イコール AIG の行列式の与えられた項の符号を求めようと言いうですね。 はい。今回はですね、あの、すべてこの項は現れるはずです。なので、まあ、その符号ですね。この項、行列式を展開した式の中で、この項の符号はプラスマイナス1どっちですかという、それだけの問題ですね。はい。それでは見ていきましょう。まず1番ですね。えー、順列。これは何を見ればいいかというと、 順列2314ですね。えー、順列2314ですね。えー、これ、これ無理ですね。で、これの反転数、点灯数は n シグマ1イコール2なので、えっ、ー、と書いてますね。えー、ちょっと確かめてみましょう。えー、ここは0ですね。ここは1より大きいのが2つあるので2ですね。4は一番でかいのこ、まあ、0ですね。ということで2ですね。 はい。ということで、点灯数は、反転数は1になります。あ、2になります。ということで、符号数は1とです、ね。はい。では、2番ですね。2番はこの順列4、452613。ということで、これの、まあ、点灯数、反転数は、0ですね。これは5より大きいの0。2より大きいの2つありますがこ、こ2個ですね。6より大きいものはありません。1より大きいものは4つです。3より大きいものは4、5、6の3つです。ということで、全部で9つ。 反転していますので点灯数は9、えー、ということで符号はマイナス1ということになります三、ねはい、番ですね、えーまあ、これはあの今ここですねあのこの項は列の順に並んでいないんですねこれは実は列あの行の順に並んでいます一行目からは七列目から取ると二行目は四列目から取ると これ、あの、実際、こういうふうに、あの、各行から列を重複せずに取ってもですね、結局、各列から行を重複せず、重複せずに取るのと、当然同じことですね。同じことですけど、こういう行は現れるわけですね。はい。えー、そりゃそうですよね。ということなんで、まあ、行から見るか列から見るかによって、この、まあ、並び方が変わっているだけのことで、この項は行列式の展開式の中に当然出てくるわけなんですけども、それを、まあ、符号を求めるために、このようにですね、 列ごとに並び替えました。そうすると順、えー、順列としては8、8、八4 5 2 3 9 1 6 7と、845239167というふうな順列の点灯数を求めればいい。反転数を求めればいい。ということになりますので、えー、シグマ3は、1たす、1たす、3たす、3たす、0たす、これ全部ですね、6たす、で、えー 8, の2たす7は 8, のすすはととととといいううここでで偶数数ににななりりままちなみにですね、えー、行列式の定義は実はこの列の代わりに行で定義しても同じなんですね。えー、あとでまあ、次回の動画の,あのこ、今後の出てくる動画の中で、えー、行列式の性質として、えー、ま、天井をとっても変わらないと。天地行列の行列式も元の行列式と変わらないという性質があるんですね。まあ、それを使うとですね、その、 要するに点値とって考えたら列っていうのは行になるわけですから、まあ行に関しても多重線形成、交代性、耐火性っていうのがあるんですね。なので、えー、まあ結局、まあこの、この形で考えて、この行で並べて考えても、あの、一緒のはずなんで、で、実際この順列7452っていう、この745238916という順列で考えても、点灯数が実は一致するということがわかったんですね。 なので、えー、まあ、符号も当然一致するわけで、どっちでやっても実は一緒になるんですけれども、はい。で、えっと、まあ、それ実際ですね、あの、シグマを、順列を、こう、えっと、ちなみにこの、えっと、全あの、全単者と、まあ、写像だと考える考え方を説明しましたけど、まあ、ここでちょっとそれを使うわけですね。そうすると、たまあ、要するに、i 小なり J かつシグマ、i 大なりシグマ J というのは、i g の組なんですけど、 これ、あの、全体にシグマインバースをかけると、要するにここのところが、i 大なり j、シグマインバースかけますが消えますよね。えー、かつ、シグマインバース i 小なりシグマインバース j と。これ ij の役割を変えれば、要するに、i 小なり j かつシグマインバース i 小なりシグマインバース j の組み合わせ全体と、の組み合わせの数と、一点と同じですから、これ実は一緒に、全く一対一に対応して、一緒になるわけですね。 はい。ということなので、えー、このようにですね、行で考えても実は、行付きというのは定義することができるということですね。